アファーノアイ・ジュニアは、アメリカ合衆国のプロレスラー。ペンシルベニア州、アレンタウン出身。WWE では、レガシーの一員としてマヌーのリングネームで活動し、現在は、アファジュニアのリングネームで、インディー団体で活動している。父はアファーノアイ。兄弟にサムコとサムラーノアイと、LA スムーズコとロイドアノアイの二人の兄がいる。父親のアファアノアイと兄のサムラーノアイと、 ロイドアの愛の下でトレーニングを開始し、1998年8月23歳でプロレスラーデビューしている。ペンシルバニア州リーハイバレーのフリーダム高校に通学し、卒業している。この頃は、父親のアファのワールドエクストリームレスリングデッサ、村屋ロイドとソンズ・オブ・サモアなるユニットを結成して、活動し、各インディー団体の様々な王座を獲得している。 2006年10月に WWE の下部組織である DSW で行われたトライアウトに参加し、翌月に WWE と契約を交わし入団。父親の名前からあやかったアファのリングネームで DSW で活動を開始。ソニー・シアキと組んでサモアンファイトクラブなるタッグチームを名乗るようになる。WWE が DSW との提携を解消したことにより、FCW へ移籍。シアキと共に移動して、サモアンファイトクラブとして活動を継続していたが、2007年9月中旬に、シアキが家族の問題でリリースされると、オ米ベで、いとこのマットアナアイトのタッグで活動するようになる。同月に、ハリー・スミスを破り、FCW フロリダヘビー級王座を獲得している。 2007年11月に前座番組のヒートでマイタイアの愛のリングネームで WWE デビュー。2008年3月にベルネス違反により30日の禁止後、9月の PPV であるアンフォーギ義ン2008でリングネームをマヌーに改め、WWE タックオーザーをかけた試合に乱入して、クライムタイムを襲撃し、プライスレスを援護して再デビュー。その後、 コーディアデビアスと共に行動をするようになり、CM パンクやコフィ・キングストンを襲撃したり、クライムタイムと対戦したりするようになった。シングルではバティスタと対戦している。また、プライスレスと敵対関係にあったランディ・ウォートンの試合に乱入するようになり、11月上旬にデビアスがパントキックを暗い欠場すると、さらに関係が悪化したが、 サバイバーシリーズ2008でコーディとオートンが組んだことをきっかけに翌週にコーディと共に合体を呼びかけ、3人でレガシーを結成。同年12月になると、ジミー・スヌーカの息子でアルシム・スヌーカが加入して4人体制に、なるもオートンはユニット残留テストとして、当時の ECW 王座保持者のマット・ハーディと対戦するが敗北してしまい、レガシーから追放されてしまう。 2009年に入るとマヌとシムはオートンとコーディに報復するために欠場していたデビアスを説得してオートンを襲撃するがデビアスが裏切ったために帰り討ちにあっているそのままシムと共にフェードアウトしていき2月に解雇されている4月に WXW に復帰しサムとタッグを組み活動2010年後半には ベルギアンキャッチレスリングフェデレーションや NWA、タックパウンドにも。2013年2月には WWC にて、兄の LS ムーズとのタッグで、WWC 世界、タッグチーム王座を獲得している。ありがとうございます。